ちは、アムスタッフのゆうかです。本日は琴葉横澤の21年秋冬のアイテムをご紹介したいと思います。それでは着用から始めます。まずはじめにこちらのグラフィックニットとグラフィックニットパンツご紹介いたします。今着用しているこちら、上がグレーで下のパンツの方がホワイト着用しております。全体このような感じです。女の子がデザインされているニットとなっております。こういった柄物のパンツって結構珍しいですよね。デザイナーさんが春夏の軽やかな装いが好きということで、せめてデザインはこういった夏っぽい装いをしていてほしいということで、こちらデザインされております。なので女の子が半袖白 T にデニムパンツというとっても夏らしい服装をしております。こちらのパンツの方はデニムのショートパンツを履いた女の子がデザインされております。こちらもショートパンツを履いた女の子のスラッとした足がデザインされております。こちら色味的にはグレーもホワイトもかなり合わせやすい色味を使われているので、こんな風にかなりインパクトのあるデザインでも結構合わせやすいかなと思います。今はグレーとホワイトを別々でこう色合わせているんですけれども、こちらは両方ホワイトでこんな感じでセットアップで着てもいいですし、グレーとグレーでこんな風にセットアップに合わせても可愛いです。こちらはもう単体で上と下別で使用していただくこともできるので、お好きな組み合わせを楽しんでいただけたらと思います。パンツは私の身長157センチでちょっと丈が長めになるので、今はこういった風にウエストを一折りして着用しております。ワイドなシルエットになっているのでとっても動きやすく楽ちんなパンツとなっております。こちらの上のニットの方も袖伸ばすとこのようなこのぐらいとなっているので、もう本当にラフに着ていただけるようなアイテムかなと思います。こちらカラー上下ともにグレーとホワイトの2色展開となっておりまして、上も下も両方とも38,000プラスタックスです。続いてこちらのグラフィックのスウェットをご紹介いたします。こちらは街並みがデザインされたスウェットとなっております。この画像っていうのはデザイナーさんが実際に携帯で撮ったものをつなげているようなスウェットとなっておりまして、全部が一つの写真に見えるんですけど、実はここら辺分かりますかね、ここで切れていて複数の写真をつなげているようなデザインになります。これはもうよく見ていただくと分かると思います。そしてこちらのデザインの他にこちらのこっちのホワイトの方もご用意がございまして、こちらの方は自宅のベッドのシーツをぐしゃぐしゃとやったものをこちらも携帯で撮って複数の写真をつなげているものになっております。こっちははっきり街並みっていうのが分かるんですけれども、こっちのホワイトの方になると一見何の柄だろうっていうちょっと不思議なデザインとなっております。カラーはこちらの2色展開です。そしてこちらもデザイナーさんのこだわりで、この首元の部分だったり袖のところこちらもですにメロウが入っております。これはちょっとこのメロウが入っているのはやっぱり琴葉横澤っぽいデザインかなと思います。こういったメロウを入れることによってちょっと着古したような雰囲気を出しているのがこだわりとなっております。そしてこちらのメロウの部分は結構長めになっているので、
これはもうお好きな長さにご自身で切っていただくことができるようになっております。こちらのスウェットは左右にポケットがついております。こちらのスウェットもかなりラフなゆったりとしたようなサイズ感となっているので、お出かけに行く際だけじゃなくてご自宅でゆっくりする時に もう本当に着ていたいような、とっても着心地のいいアイテムとなっております。サイズ感的に大きめになっているので、こちらは女性だけではなく男性にもおすすめしたいアイテムです。こちらのグレーとホワイトのスウェットはお値段3万3000円プラスタックスです。続いてこちらのリブニットをご紹介いたします。全体このような感じです。今回はちょっと古着のようなボーダーをイメージしてデザインされております。今着用しているのはこのようにセンターで2色がドッキングされたようなものとなっております。今回のニットはこのようにボーダー柄が使われたニットがもう1色グリーンを使ったものがご用意がございます。グリーンのボーダーとベージュの無地のリブがこちらはセンターでドッキングされたものとなっております。レイヤードした時に袖が左右違う色が出るのが、例えばねこういったノースリーブのものと合わせて左右こんな風に違う色が出ると可愛いですよね。袖のところにスリットが入っていたり、若干左右でちょっと丈感が違います。そしてこのパイピングの部分は元葉横沢の特有のこのうねりのあるようなパイピングになっております。こちらのボーダーのトップスはフリーサイズでお値段が3万円プラスタックスとなっております。そして今回こちらのボーダーの方と無地の方で若干のデザインとお値段に違いがございます。こちらのボーダーの方はセンターでこう分かれたようなデザインになっており、無地のこちらのリブニットの方はこちらも定番のこうレイヤーがついたタイプのニットとなっております。ブラックにベージュ、アイボリーにグリーンのパイピング、そしてこちらはホワイトとグリーンがちょうど真ん中あたりで、お腹の心あたりですねで切り替えになっていて、レイヤーがこのグリーンのカラーとなっているものの無地はこちらの3色ご用意がございます。こちらのブラックとアイボリーに関してはトゥードゥのプリーツトップと配色が同じようなカラーリングとなっております。こちらの2色はちょっと柔らかい印象のニットかなと思います。そして唯一ハイネックで入れておりますこちらのカラーはちょっとパキッとしたような色味になっていて、可愛いファッションにも合うと思いますが、ちょっとかっこいいクールな印象のファッションにも合わせやすいようなものかなと思います。こちらのハイネックのニットの方はお値段がボーダーと同様の3万円プラスタックス、こちらのブラックとアイボリーの襟なしのリブニットの方は2万9000円プラスタックスです。続いてこちらのプリーツハイネックのトップスご紹介いたします。全体このような感じです。こちらのプリーツシリーズは他にもたくさん種類があったのですが、もうすでにソールドアウトになったアイテムがたくさんございまして、当店に残っているこちらブラックのハイネックのプリーツトップと、こちらのブラウンのプリーツの V ネックのこちら2点のみとなっております。どちらもサイズはフリーサイズとなっております。こちらかなり伸縮性のあるとっても柔らかい素材のプリーツとなっております。トゥードゥのプリーツトップに比べてかなり肉厚の分厚いしっかりとした生地で作られております。若干こちらのブラックの方はショート丈になっているので、ハイウエストのパンツと合わせて履いていただくとかなり足が長くスタイルアップして見えるようなものとなっております。
かなり袖の方も広めになっているので、だから寒くなってきた時期に中にインナー着ていただいても全然ゆったりと着ていただけるので、長くお使いいただけるんではないかなと思います。では続いてブラウンの方も着用してみたいと思います。続いて V ネックのこちらブラウン着用してみました。全体このような感じです。素材は先ほどのブラックと一緒のプリーツ素材を使用しております。こちらもかなり伸縮性のある心地のいい生地を使っております。そしてこちら V ネックになっているので首周りはこのような感じです。ハイネックに比べると首周りがかなりスッキリしているので、このようにパールやいろいろなアクセサリーと着用していただくとかなり女性らしい印象になるかなと思います。先ほどのトップスに比べて丈感がちょっと長めになっております。長めになっているのでちょっとここら辺ウエストマークして着用していただくとまた印象が一気に変わるかなと思います。本日ベルトの具合もございますので、そちらご紹介時につけてみたいと思います。そしてこちらはこのようにスリットが入っておりまして、袖もちょっと広めになっております。なのでこちらもブラックの時同様7度中に着ていただいても全然ゆったりと着ていただけます。こちら着用してみてすごく思ったのが、とっても柔らかい生地なんですけれども、でも折りやすい生地になっております。実際に折ってみるとこんな風にアレンジしたい長さに着やすく、とっても形づきやすいようなものとなっております。こう折ると戻ろうとするような服もあると思うので、せっかく折ったのにだんだん袖下がってきたりっていうのがあると思うんですけれども、こちらのトップスはしっかり折った時に形がつくのでとっても着やすいかなと思います。袖両方折ってみました。このくらい折ってもちょうどいいくらいの袖の丈感です。袖口が広くなっているので、こういった風に折ってみると袖がちょっとうねうねとなるので、それはそれでこのパイピングも含めとっても可愛らしくなるので、こういった風にあえて折るのもおすすめかなと思います。そしてこちら丈感が今長いので、こちらも折るとこんな風にしっかり折ることができるので、その合わせたいボトムによって丈感を自分でアレンジするのもありかなと思います。今前を短め、後ろをこういった風に長めにしてみました。こうすることによって女性だと腰回りも全然ここ折っても隠せるので、おすすめの着方かなと思います。こちらも折ってみました。こう見ると一見このぐらいの丈の本当にトップスかなと思うぐらい、かなりしっかりここが形がついてくれて、でこちらも袖の時と同様ちょっとうねうねとなるのがまた可愛いかなと思います。こういった風に1枚でいろいろな着こなしが楽しめるトップスとなっております。ブラックもブラウンも両方ともサイズはフリーサイズとなっております。こちらのブラックお値段は25,000円プラスタックス、こちらのブラウンは27,000円プラスタックスです。続いて先ほどお伝えしたようにこちらウエストマークして着用してみたいと思います。今期のこちら新作のレザーのベルトをご紹介いたします。はい、こちらベルトでウエストマークしてみました。全体このような感じです。こちらはベージュとグレーのバイカラーのベルトとなっております。途中で切り替わっているのが分かると思います。そしてこちらはこんな風にアクセサリー感覚で大きなリングがついておりまして、アクセントとしてこちらトゥードゥの素材が縫い付けられております。こちらも今季のグレーの生地ですね、がこのようにさりげなくついております。女性だとドレスなどをこうベルトで
マークしたりだとか、全然デニムなどにもお使いいただけるベルトとなっております。私もトゥードゥのドレスを2着ほど持っているのですが、こういったトゥードゥの素材が使われたようなベルトでウエストマークすると統一感も出ますし、ちょっと大ぶりなこういったリングもついているのでアクセントにも使えるので、その組み合わせでコーディネートしてみたいなと思いました。ベルトもやっぱり一色っていうものが多いと思うので、こういう風にバイカラーになっているベルトは珍しいかなと思います。今までもこういったベルトなかったので、今季ぜひゲットしていただけたらなと思います。ベルトのお値段22,000円プラスタックスです。では続いてこちらのフェイクファーを使用したキャップご紹介いたします。とても柔らかい印象のボリューム感のあるフェイクファーのキャップとなります。若干光沢感もあるので、コーディネートのポイントとしてお使いいただけたらなと思います。先ほどご紹介した今季のコトハ横澤のアイテムは、まあ、こういったプリーツのトップスやスウェットなどシンプルだったりカジュアルめなものがたくさんあったと思うので、そういったものにアクセントとしてお使いいただけたらなと思います。こちらはサイズもこう後ろの部分で調節が可能になっております。かなり厚めのキャップなのですが、重すぎない印象のとても柔らかい雰囲気のキャップになっております。こちらカラーは今着用しているのがブラウンとなります。このブラウンの他にこちらのグレーのグレーもございます。こう触るととっても気持ちいい柔らかいキャップとなっております。こちらサイズは両方とも調節可能なフリーサイズとなっておりまして、お値段の方が 18,000円プラスタックスです。では最後にご紹介するのがこちらプリーツバッグご紹介いたします。着用してみて全体このような感じとなっております。こちら今着用しているカラーがグレーとなっております。見ていただくと分かると思うんですけど、かなり大容量なバッグとなっております。持った感じで言うと、ここのショルダーの部分はこの今着用しているプリーツのトップスと同じ生地を使っているので、肩にかけた感じがとっても持ちやすい柔らかい生地になっています。ここがとっても柔らかいので、長時間持っていても肩がこうしんどくならないかなと思います。今はこういった風にここで長さ結構長めに持っているんですけれども、こちらは結び直すことができるので、お好みでこういった風に短く斜め掛けにもできますし、こういった風にショルダーで持ったり、トートバッグのようにこうやって持つこともできます。こちらはもうお好みのその時の気分でいろいろアレンジしていただけたらなと思います。では実際にこちらどのぐらい入るのかいろいろ入れてみたいと思います。まずマクロマールの長財布3つ入れてみたいと思います。これは全然余裕です。結構マチというかこう底の部分が本当に広くなっているので、まだまだ入りそうです。続いてお水とこういった結構大きめのポーチも一緒に入れてみたいと思います。入れてみました。わかりますかね、横から見ていただくとまだまだ全然ここにも余裕があります。続いてはプリーツの先ほどのハイネック入れてみたいと思います。はい、入れてみました。入れてみた感想としては、これでもまだ他にも入ると思います。ただ今ここバッグのこの口の部分が結構広めにこういった風になっているので、このぐらいの容量でだいたい他にも入りますが、ちょうどいいぐらいじゃないかなと思います。例えば旅行に行く際に貴重品以外に飲み物やカメラなどを持ち歩く方にもこれぐらい入るととっても持ち歩きに便利ですし、持ち方もこういう
持ち方もあれば斜め掛けにして手が空くので、いろいろな方にお使いいただきたいアイテムかなと思います。カラーの方も今持っているグレーの他にブラックとブラウンのご用意がございます。カラーリングも男性女性問わずとても使いやすい色になっているので、ぜひ店頭またはオンラインショップチェックしてみてください。こちらお値段の方は19,000円プラスタックスです。以上で着用終わります。これらのアイテムはオンラインストアでもご購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube のチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Instagram もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。